おはようございます。ティラと申しまーす。底辺なんやめよう。底辺、この底辺癖やめよう。実写ですぐ手振ったりする底辺癖やめよう。ということで今回はですね、今回の動画は10月22日にね、あの大の大冒険クロスブレイドが稼働することとなりました。はい、この動画を撮っ、今この動画を撮ってるのは、まあちょっと前になるんですけど、それが出る前ですね。はい。クロスブレイドが10月22日に稼働することになりました。ね。これ自体はね、あの、どうやらね、壁紙を見るになんとスキャバットから受け継いだよ、みたいな、そういう画像もあったり、まあ、例えばクロスブレイドの運営のね、ツイート、あの、スーパーレアカードとかね、ちょっとここに画像を貼っておこうと思うんですけど、レアカードの画像とか、そういうのを見て、ユーザーさんのリプライは、もうまるでモンバトムのカードのだとか、そういう期待のリプライとかがね、出ております。まあ、モンバトそっくりの絵柄とか、そういうのを使われてるんですけども、まあね、で、私が今回やるの動画でやっていきますのはね、まあ、やはりね、モンバトの期待してる方とか、ドラゴンクエストのカードゲームが好きだとかいう方とかね、あの、ちょっと会社自体がちょっと不安だよとか、運営どんなゲームなんだろうとちょっと不安だよっていう方もいると思うんで、よろしければね、この動画で視聴にしていただきたいと思うのが、まあ、レンコインです。はい。もう古くから受け継がれるね、レンコインを、私やっていこうと思います。まあ、どれぐらいすんのっていうことになるんですけども。まあ、ざっとね、あった。とりあえず、まあ、今ちょっとこの手元には1万円分しかないんですけど、2万でいきたいと思います。はい。実際やるときは多分2万円、これがね、4つに増えてるんですけど、これ2万で、あの、レンコインをしてみたいと思います。2万じゃちょっと少ないかなと。あの、今まで私、あの、スキャバトっていうゲームでですね、3万とか4万とかそのあたりの金額いってるんですよ。ちょっとまあ、これ黒歴史ですね。ちょっとスキャバトっていうゲームが過去にドラゴンクエストの筐体でいまして、まあ、ほとんどのドラクエ好きのユーザーさんすらね、触れられなかった悲しいゲームになるんですけど、まあ、スキャバトどれくらいやったのって言われるかもしれないんで、まあ、ざっとね、今でもありますよ。よいしょっと、ちょっと別のカードも混ざってるけど。ほら、スキャバトのカード見て。おぉでね、スキャバトのレアカードとかもね、まあ、古い時代からね、いろんなものをね、取り揃えるぐらいね、かなりね、レンコインをしてきたりしましたんで、本当に。はい、スキャバトに関してはね、レンコインとかを本当によくしてきたなって思ってます。はい。もうこの10月22日、もうあと1ヶ月後、1ヶ月もない時代がね、発表されまして、はい。まあ、期待が上がってるところなんですけども、まあ、僕もね、ちょっと、まあ、ドラクエ自体は好きなんで、レンコインでちょっとやってみたいと思います。はい。カードを買うモードっていうのがあるかな？確かね、あの、公式のプロモーションではもうすでにカードを買うモードみたいなのがあったんで、多分それでね、買っていけると思います。ちょっとね、あの、今まで懸念してたのが、スキャバトの時のレンコインっていうのは、1枚のカードに対して、まあ、チケットっていうのかな、あれは。あの、本当にね、時間がかかってたんですよ。1枚1分ぐらいのペースで本当に出てたから、どうしても収録時間長いなって思ってたんですけど、はい。クロスブレードのね、カードを買うモードはどうやらね、ま、カードを買うなんで、まあ、そんなに時間がかかんないけど、決められたカードポンポンって出てくるわけだから、撮影時間的にもそんなにね、かかんないじゃないかなって思ってます。はい。まあね、カードいっぱい引いて、ちょっと時間があればね、ゲームのレビューもしてみたいなっていうのは、正直な感想ですね。はい。じゃあね、いろいろ話しましたけども、そんなに多分時間経ってないんじゃないかな、前半戦としては。もしかしたら、過去のスキャットの話とか、で、ものすごいことになってるかもしれないけど、編集で。というわけでね、皆さんお待たせしました。本編の方ね、今からね、やっていこうと思います。じゃあ、本編に、カット来た来た松井だ松井だぜ、今日は見てこの天気微妙大型デパートにも1台しかないのってマスクねでね、ちょっと大型デパートでちょっとね、買ってきたものなんですよ。まずこちら、冒険の書ね。いやー、冒険の書をね、復活したからね、モンバトみたいに。続いてこちら、スリーブね、これ大事ですよ。僕ね、やっぱスリーブはね、何枚でも困らんと思うんやけど、最後はこちら。ね、カードファイルですよ。やっぱね、まあね、必要かって言われたら微妙なところなんですけど、まあね、一応買ってきましたよ。冒険の書71枚ね。冒険の書は71枚収納するべきもんじゃないんだけど。じゃあ早速ね、
買うもんは買ったんで、今からちょっとね、レンコインの場所に行きたいと思います。これ売ってた場所はね、さっき言った通り1台しかなかったんだけど、やっぱ大型デパートで人も多いから、ちょっと穴場に行きます。いつもレンコインのね。じゃあ行ってきまーす。いやどうしましょうこれ。始めるか。じゃあ行きまーす。一発目よろしくお願いします。トイスライム。楽しそうなことが始まる予感。楽しそうなことが始まる予感やな。行くぞー。ガンガン行くぞ。カードが出たよ。ここからゲット。フォークマン。待って。結構時間短いんだけど。ギズモゲット。宝ゲット。店長。宝ゲット。メッキー。宝ゲット。あれ早くも被った、うん、あれ宝ゲット。まあお前は先行稼働でもお世話になった。あれおーたーシュマロショート。このピカピカ感いいね。宝ゲット。モデが喜びそうだ。おが出たよ。ポップじゃん。ドン。あれ。オーク。いや進化したが。キラーパト。いいね。ゲット。メイジドラキ。キラスコくん。ゲット。お宝ゲット。誰こい。お宝ゲット。おっとこれは。これはまためでこれドラゴニアか。ドラゴンレアじゃん。お宝ゲット。目つき悪そうやな。お宝ゲット。ゲット。30回で次が最後ですね。パワーアップ。パワーアップとかあんねや。ゲントツみたいなあんねや。戦わずしてレベル上がっていく。やべ、戦わずしてレベルがどんどん上がっていく。おヘルクロッショー。あれあれゲット。2枚連続で出ることってあるんだね。スーパーレアが2枚連続で出るっていうこともあるんだ。へー珍しいな。ようやく来たか主人公。ゲット。あれゲット。一緒。ゲット。おーかぶったー。かぶっちまったか。ああ。ゲット。来たね。結構早めの感覚で来たね。ギガンドラゴンから。カンダタ。いいね。一緒。ライオン。マイナーモンスターや。出たわよ。あ、来た。ロンダルキャー。さよアトラス、あとはベリアルパズ頼むぜ。ゲットだ。お宝ゲットです。あスターティングキットにいるやつ。お宝ゲットです。ボストロールだ。お前みたいな防御力高いボストロールがどこにいるんだろう。えっ来た。バズズちゃんです。バズズちゃんも来たね。あとベリアルくんだけだよ。頼むぜバズズちゃんだ。やったー。お宝。もうゴーレム。お宝ゲット。えっ、あっあっあっゲットです。来たよ伝説の勇者だ。いいねこれがドラゴンクエストの勇者。レジェンドヒーロー並みな、レジェンドヒーローでお世話になったわ。お宝あれです。あれなんか被ったな。なんかこの辺りが被り始めたな。いよいよ。お宝ゲット。お。お宝ゲット。ロンダルキア揃った。ゲット。お宝ゲット。スーパーレアだねこのマーム。あ。お宝ゲット。グレートドラゴンだ。シーザーくんだ。お宝ゲット。ゲット。あ。勇者アバン。おお勇者アバンだ。お宝ゲット。お宝ゲット。お宝。かぶったよこの辺りが。俺ボストロールそんな好きじゃねえし。お宝ゲット。あ、メタルライダーくん。
まさか君がねキラキラになると思わなかったよ俺は。クロコダインだ。獣王快進撃じゃないの。あーごめん、天攻撃や。あーごめん。アバン、勇者アバンじゃない方のドラゴンレアのアバンだね。おっとキラーマシンか、びっくりした。残りこんだけです。笑うな。残りこんだけ。じゃああとこれだけ回して入ります。ねえねえ、どうやら俺はこいつと付き合わなきゃいけねえらしいな。おっと、刀身レソード。うわ、スキャマトで大人気だった刀身両ソードくんじゃん。ラストです。これ最後いきます。カードが出たよ。ドン。スクエアエニックス。はい、ありがとうございました。そうです、すいませんね。はい、ただいま帰ってまいりました。いやー、思ったよりレインコインの時間がかからなかったですね。はい、今までのスケバトだとかなりの時間かかっていて、もう帰ったら15時ぐらいだったんですけど、今ね現在時刻は13時ですね。いやー、昼ご飯も食ってきたしね。はい、というわけでね、で無事レインコイン2万円分してまいりました。ちょっと見て。すげえ、もうすごいことやってんだけど。カードを見ながらね、やりたいなーって思いの、やりたい、プレイをしたい思いを抑えながら帰宅しました。今回のレンコインとかね、クロスブレードについてね、いくつかちょっとね個人的にね思ってたことがありますんで、そちらをねまとめていきたいと思います。まずは公式からね今日とかに発表されたんですけど、シークレットレア、はい、ちょっとポンって出すわ、画面画像で。はい、実はですね、先行化の時は話題になってたんですけど、シークレットレアっていうのが存在しまして、こちらが竜王とハドラーなのかな。はい、そちらなんですけども、2万円では引けませんでした。まあこれはしゃあないかなって思います。もう病気なんかどうかわかんないんですけど、某スキャバトとかいうゲームでですね、1枚のカードに3万円以上かかるのがありまして、まあそれを考えればね、シークレットはね2万円で出ないって言っても、まあ頷けるのかなと。まあ性能に関してはね何とも言えないんで、持ってないんで何とも言えないですけど、まあ今後ねクロスブレードが対人戦とかを行うって考えるとどうなのかなって感じですね。次に良い点を述べます。良い点なんですけど、まあこちらね、今回のギガレア、ドラゴンレア、バツズです。はい、個人的に実はですね、ロンダルキアが僕個人的にすごい好きでして、狙い目だったんですよ。まあ無事にね、バズズ、ベリアル、アトラスとね、ロンダルキアの3、ね、悪魔たちが揃ったのがすごくこれ嬉しいんですよね。やっぱりね、何がいいかって言いますと、このカードっていうのがいいんですよね。過去のね、ドラゴンクエスト、モンスターバトルスキャナーやね、スキャバトのね、バズズはこちらとなります。持ってます、ちなみに。理想性格だったりしますけど。こちらね、やっぱり裏面がこう薄っぺらいですよ。見ればわかるんですけど、薄っぺらいっす。まあね、イラストはすごくいいんですよ、パッと見。イラストとかね、こういうのね、大きさもちょっと違ってきてるんですけど、ね、なるべくちょっとちんまいんですけど、ちんまいな、こうしてみると。やっぱ分厚さが違うって結構重要だと思うんですよね。やっぱカードであるっていうのは重要だと思います。続きまして、話題にしたいっていうのは、まあちょっとね、先行カードの時からも、問題になってたのかな。メルカリとかの通販サイト。まあちょっとご存知の方多いと思うんですけど、メルカリとかの通販サイトで、結局先行カードでも変わらなかったわけじゃないですか、こうカードの内容は。なので先行カードの時から連行して、転売する人っていうのが結構いたみたいですね。いや、結構ツイッターでこれ流れてたんだよね。まあ、逆を返してこういうシステムっていうのは、まあそのうちカードショップとかにも、ね、多分この手のカードって出てくると思うんです。この手のカードがね、カードや中古屋に並ぶって考えると、まあそこまで悪いことではないのかなって思います。いいこともありますからね。普通にね、手に入れやすい。
こういう欲しいカードに関して1点だけ欲しいよっていうのものに関してはお金で普通に買えるようになるっていうのは、まあ、悪いことではないかなって思ってます。今日がまあ稼働日なんですよ。この動画出した日も稼働日です。稼働日にこう撮って編集してるわけなんですけども、先行体験会の動画が意外と多くて、その先行体験会別に、ね、悪く言うわけじゃないのは信じてね、先行体験会の動画でレンコインした動画がちょっとあまりにも多かったことなんですよ。ちょっと多すぎでしょ。びっくりしたわ正直。先行体験会よくみんなレンコインしたね。1台とかしかないのに、よくみんなレンコインできたねっていう神経があるんですけど、よくそんな先行体験会でもうレンコインしちゃった人が多すぎて、ちょっとね、僕のこの毎回毎回当日レンコインしている計画が丸崩れてるんですけど、音を立てて崩れてったわ。はい、ここまでね、まあ、レンコインだのいろいろとまとめましたけどね。まあ、どんぐらいの動画になったのかわかんないですけどね。今回はね、これぐらいで終わりたいと思います。まあ、せっかく引いたからね、またね、時間を見つけてプレイしに行きたいと思います。あ、あと一つだけ言わせて。体験会で出たギガントドラゴン。そして、レンコインで入ったギガントドラゴン。さらに、レンコインで入ったギガントドラゴン。俺はギガントドラゴンと付き合う運命にあるんでしょうかね。多分、僕の黒部の一番の思い出です。これ多分。ギガントドラゴン3枚になってしまったこと。はい、というわけでね、長々とお付き合いここまで見ていただきありがとうございました。私ね、一応、今でもモンスターバトルロードね、略してモンバト、過去のゲームなんですけど、モンバトやドラゴンクエストとかね、結構やってドラクエ好きではありますんで、特にモンバトに関してはね、動画や生放送今でもしていますんでね、まあ、チャンネル登録するかどうかお任せしますので、よろしければモンバトのね、動画やライブを見ていただけるととても嬉しいです。はい、ではまたね、別の動画とか生放送でね、お会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。